いクジラクジラ。なんだね。佐久間大介が導いているスノーマンいんじゃん。いるね。宮舘涼太が重症化みたいね。え、心配。さすがに今は外出もできない状態でさ、うん、それもあって重症化しているんだってよ。とはいえまだ若いから大丈夫なんだよね。若いから危険なんだよ。ずっと動画を見ながらニヤニヤしているのよ。ニヤニヤは重症だね。隔離状態で何もやることないから動画を見ていたらハマったんだって。ハマったって本田翼にだよ。本田翼のファンになってしまったんだって。それでニヤニヤしていたのさあ。ずっと動画見ているから本田翼好き好きが重症化したんだよ。そういうことね。そこで我らがさっくんの男気あふれる言葉だよ。早くコロナを回復させて本田翼が伊達様のことを好きになるくらい活躍しようぜって LINE 送ったみたいよ。さすがさっくん。まあ本田翼もバカじゃないから伊達様のことを好きになることはないけどな。翼は研修医が好きなのってこと。